境省が進めている温暖化対策の一つ、自治体の施設に LED 照明をはじめとした省エネ設備を導入するなどした事業です。この事業をさらに進めようと来年度52億円を要求していましたが、はい、外部の有識者が事業に無駄がないか検証する政府の行政事業レビューで、民間なら自主的に行うのに自治体に補助する必要があるのかなどと指摘されたのです。 NHK の取材では平成25年度以降に合わせて11の温暖抜本的な改善が必要などと評価され、新品未使用品ザクザク4000万円、欲しかったもののプレゼントも、まずは見るかい、おはよう、おはよう、私はふるさと納税やってるでしょうか。やってる、やってる、正解でしょうね、うん、で自分から一人でやってないはないです。いまだに鮮度が絶えないアフガニスタンで活動を続け、何に通うの、肌で知る中村さんは憲法9条についても、200万点犠牲の上に続かれている人事とは倫理的に進んで、それと同時に今の子供は世界の人たちにそうである。生前あと20年はやると強い活動継続の意思を語っていたという中村さん、自身の著書の中で戦争と平和についてこう記しています。被害を超え忍耐を重ね、裏切られても裏切り返さない誠実さこそが人々の心の鍵。みんなは泣いたり困ってるのは見れば、どうしたんですかって言いたくない。